はい、開口写真続きからやっていきましょう。画像編集ソフトが起動されている状態だったので、それをいじるかどうかっていうとこかですね。どうしようか、画面見ようか。画面には画像編集ソフトが起動されたままだ。ツール内に俺の撮ってきた写真が表示されている。他にもいろいろなウィンドウが表示されているが、俺には何のことかわからない。普段端末なんて使ってないからな。他にも開いているファイルがあるようだ。これはメモだろうか。でもこのファイル名、開口写真、タイトル回収だ。おそらく俺や、あ、怪しい光が映ってるから開口写真ってことか。おそらく俺や朝倉が撮ってきた光が写った写真のことだろう。これらの写真にタイトルをつけるなら俺でも開口写真と命ずるはずだ。でも最終更新日が1年前だ。1年前に書いたメモ、そのメモになぜ開口写真のことが。美月さんは開口写真のことを少なくとも1年前には知っていたことになるけど、ファイルを開いてみようか。ファイルっていうかメモ帳みたいな感じだったね。白い開口が写り込んだ写真。しかしこの開口写真の真意は写り込んだ開口部分に隠されたメッセージにある。開口部分にの一定範囲の明度を抽出すると文字が浮かび上がってくる。この文字は肉眼では確認不可能。私があの忌々しい写真で確認したメッセージを記す。7月12日撮影、わら人形。文字が浮かび上がってくる。どういうことだ。この写真にか、まさか。ん？確認してみたいんだけど、一定範囲を明度を抽出するってどうやるんだろう。あまり専門的なことはな。あ、そうだ、戻るボタンで以前の作業を見てみればいいんだよ。美月さんがここでその作業をしていった可能性は高い。ん？何これ？あの、なんだろう。レイズナーじゃないわ。なんだっけあれ。デッドヒートの I Love You のあの曲。ダッダッダッって。まあいいね。わかんないね。ん？なんだろうこれ。なんか北斗七星みたいな感じだね。なんか飛車になってんのかな。文字じゃないよな。なんだろう。美月さんはこの写真を見て何か気づいたんだろうか。そうだとすればそれを確かめに行ったのかもしれない。泉の恩給へ。どうする、俺も行ってみるか。でもあれでしょ、今4時ぐらいでしょ。もうちょっとしたら明るくなるんじゃないの。あ、消えた。心霊写真研究室。あれ、パソコンもう使うことないの。え、じゃあ開口写真のメモ。あ、これはあれか。写真、これなんかヒントになってんのかな。俺が撮った写真だ。浮かび上がってる線は何だろう。じゃあ移動するか。倉庫街見る。さっき泉の音響へ走っていた人影は美月さんだったのかもしれない。移動しようか。あ、じゃあまあ行こうか。泉の音響入り口。相変わらず不気味なほど静かだ。移動、奥。あ、わら人形、わら人形がここか。わら人形がある。誰かが恨みを込めて打ち込んだのだろうか。じゃあ奥か。え？進む方角を選んでください。これあれか、さっきのさ写真がさ被写みたいになってたじゃん。だから下から見るんだったら西、北、東、北か。まあ間違ってたら間違ってたでね、南、西、南、東ってやればいいだけだしね。じゃあセーブしとこうか。西、見上げると空はどんよりと曇っている。北、地面がデコボコしていて歩きにくい。東、
背の低い木々が生い茂っている。来た。お？川？見ようか。小さな川がある。流れはとても穏やかだ。一緒か。川上へ行ってみようか。あれは？洞窟だ。洞窟があるぞ。入り口の高さは2メートル以上ある。中は暗くてよく見えない。中に入ってみようか。じゃあ入るのか。気が進まないか仕方ない。入るのかって。安手が数匹壁に張り付いている。やだよ。安手嫌いだよ。ボタ。天井から水が垂れている。一緒か。ギャースと言ってコウモリが襲ってきそうな雰囲気だ。ギャースって。少し洞窟の幅が狭くなってきたな。これ進んでいいのかな。バットかな。行き止まりだ。アトベ君？え？美月さんか？森の壁側、あ、森じゃない。奥の壁側をよく観察すると、岩の陰に人影が見える。ああ、やっぱり。美月さん、ちょっと、会うたび大声出すのやめて。すいません。でもこんなところで何やってるんですか？それはこっちのセリフだよ。あなたこそ、よくここが分かったわね。それが、勝手にパソコンいじってすいません。あれは見ていないでしょうね。あれ？いや、なんでもないわ。が、あれが気になる。でも、開口写真のこと、美月さんは前から知っていたんですね。当然よ。じゃなきゃ、朝倉くんみたいなヘナチンと会ったりしないわ。うわ、朝倉かわいそう。私ね、本当は開口写真の謎を解くために、この泉の音球を調査してるの。一年も前からね。なぜです？朝倉くんと同じ理由よ。妹のレイナの命を奪ったレイの正体を突き止めたい。妹さん、まさか。焼死したの、一年も前に。この泉の音球で写真を撮った次の日のことよ。同じだ。朝倉の親友と、親友の話と、親友の焼死、妹の焼死、開口写真って一体何なんだ。ま、そのことはいいわ。今は200万よ。妹より200万すか。なわけないか。まあその辺はあまり深入りしない方が良さそうだ。見て。美月さんは奥の壁に指さしている。壁の一部が墨のようなもの、壁の一部に墨のようなものが塗られている。写真のメッセージを頼りにここまで来たけど、あるのはこの黒い影だけ、壁だけよ。どういうことだと思う？さあ、じゃあ見ようか。使うって何？壁が黒く塗られている。初めから黒かったというには不自然な感じだ。ここに何かあるのよ、きっと。じゃあ、これ使うって何？何これ？拳って。でや！さあ、つぅ。硬いな。突き破るのは無理だ。ケンシロウぐらいじゃないと無理じゃない？使う。錆びた鍵。多分消しゴムなんだろうな。神社で手に入れた鍵だ。これは、社のドアを開けるときに使ったものだけど。てか、鍵穴なんてないし、削ればいいんじゃない？使う。古びた消しゴム。社の中にあった消しゴムだ。これで黒い部分を。お！て、うわ！すごい、アタペ君。本当にできるとは思わなかった。下から何か見えるな。全部消してみるか。何これ？ひらがなね。八つあるわ。なんて読むんだろう。森？何これ？森ルエタテイの。
なんだろうね。読む。とりあえず読み上げてみると。え？森ルエタテイの決定みたいな。違うかな。なんかしっくりこないし。見合わそう。そこいらの壁。壁はぬるぬるしていて、苔が大量に張り付いている。天井。お。天井にはホタルが張り付いている。見るか。ホタルは怪しく光っている。じゃあ、美月さん。こちらの行動をじっと見ている。自分で特許はないようだ。仕方ないな。なんとか解いてみるか。じゃあ、これは、これを、どうにかするしかないんじゃない？ん？これ、なんか、点滅してるよね。これ関係あんのかな？あ、右上と左下だけ点滅してないんだよ。でもこれ順番に点滅してるからこの順に読むんじゃない？左上、真ん中、右、真ん中下、右下、左上。多分だって文字と同じようになってたよね。え？なんで？なんで対応してんの？だから、燃えた、祈るかな？じゃあ。残すなよ、俺のやつ。あれ。燃えた、祈る。燃えた祈るってなんだろう？名前かな？燃えた、祈る。え、何？そう読めるの？いえ、なんとなく読んでみただけですけど。なんだろう、この感じ。まるで、誰かの感情が、そっくりそのまま、体の中に入ってくるような。燃えた、祈る。燃えた、祈る。誰かが、ここで祈っていた。燃える？何が？祈る？何を？ちょ、アトベ君。大丈夫？ものすごい汗よ。何だったんだ今のは。何か分かったの？いや、すいません。少し頭がくらついただけです。そう。でも、開口写真のメッセージが伝えていた場所は、ここのはずよ。写真に浮かんだ道をたどっただけじゃないですか。ああ、そうか。アトベ君は、こっちの写真のメッセージ、まだ見てないんだ。え？これ、朝倉君が撮った写真のメッセージよ。川の上、闇中。俺が撮った写真と違って、はっきりと文字が浮かび上がっている。もう、偶然は通用しない。文字は何て読める？川の上、闇中？川の上、闇中。ここのことでしょ？ここに、誰かいた。それはなんとなく、わかる気がします。そいつの骨とか、転がっていたら、さらにわかりやすかったんだけど。まあ、いいわ。今日はここまでにしましょう。もう夜が明けてるわ。4時42分。いつの間にか時間が経っていたな。俺も眠いし、今日はもう帰ろう。7月6日とかやったら、まだ学校あるんじゃん。大丈夫なん？今日の調査は終わった。でも、考えることがたくさんあって、重要なことを見逃している気がする。ねえ、この開口写真の特徴は何だと思う？特徴？なんだろう。ああ、全部そうっちゃそうなんだけど、夜に撮ったのは、夜と神社で撮ったのは、一回、俺が単独でやったじゃん。やって、何も映らなかった。でも、人と一緒だったら、映ったんだよね。今回の件で思ったの。開口写真には常に人が一緒に写っている。そして、写った人は次の日に消失する。
私が今まで確認した開口写真は3枚。1年前に私が妹を撮った写真、朝倉くんが友人2人を撮った写真、そして跡部くんが朝倉くんを撮った写真。朝倉を撮った、朝倉を、写真の霊に殺されたんだ。まさか次の日に死んだんだ。これが本当なら、本当に起こるのなら、やばい。明日朝倉が死ぬ。その時時計が割れた。4時44分。腕時計の針は不吉な時間を指したまま止まっている。まるで明日起こることを予期していたかのように、できるならこのまま時間を止めたい。悪夢はすぐ目の前まで来ている。やっちゃったなぁ。七夕だね。待ち合わせでの店舗。え、朝倉大樹が。雑。古いタイプの携帯だな。懐かしいな。ピ。もしもし。もしもし。慎太郎ちゃん。もうすぐ迎えが行くから安心して。もうすぐだからね。プチ。慎太郎って誰だ。ん？慎太郎ちゃん？間違い電話か？まだ、あ、え？これいつの話だ？泉のマート前、頭がぼーっとする。なんで僕、ここにいるんだっけ？そうだった。僕の大切な親友、若松純喜が死んだ。3日前、自宅で恋人のセリカさんと一緒に焼死したんだ。原因は未だ不明らしいけど、僕は確信している。霊だ。霊の仕業だ。火災の前日、純喜とセリカさん、そして僕の3人で行った泉の恩宮の廃神社。そこで撮った写真に映り込んでいた白い光。ああ、ごめん、飛ばしちゃった。これは心霊写真だ。30年前、大火災にあって焼け落ちた廃神社。心霊写真。親友の焼死。僕はすべてが偶然とは思えない。きっと、その霊が純喜を。僕はその霊の正体を突き止めるため、泉の恩宮を探索している。よう。なんだ、跡部か。跡部隆一。都内の高校生らしい。わけあって僕と同じ心霊調査をしている。今日は休日じゃないのか。昼間に調査すればよかったじゃないか。ん？前日が金曜日か。じゃあ美月さんが夜行性だからね、それに合わせて来てるってわけ。なるほど。じゃあ見ようか。あたり、コンビニエンスストア泉のマートだ。泉の町は家族化が進んでいて、コンビニもここしかない。あとべ、心霊写真研究室のメンバーというかバイト君だ。17か18歳くらいか。凛々しい顔立ちをしている。モテそうな青年だね。変わんないか。ほら、跡部が何かを投げてよこした。お、あ、これがマリオパワーなんだ。瓶ジュース、瓶なの、マリオパワー。パッケージにはマリモパワーと書いてある。おすすめだ、やるよ。瓶の底にマリモらしき黒い球体が3つ沈んでいる。見るからにグロテスクな飲料だ。まあ一応もらっておこう。ありがとう。マリモパワーを手に入れた。マリモパワーを手に入れたっていうのはなんか謎の力みたいな。昨日の調査報告をしよう。これを見てくれ。見るまでもない。僕が撮った心霊写真だ。
この写真にはメッセージが隠されているんだよ。知っていたか？メッセージ？次はこっち。なんだ、もやの部分に文字のようなものが。これは美月さんが見つけたんだけどさ、開口部分のある一定の明度部分を抽出すると文字が浮かび上がってくるらしいんだよ。も、写真に文字？こんな心霊写真は僕も初めてだ。ここまではっきりと浮かび上がるとは。正直最初は心霊写真なんて信じてなかったけど、これを見て愕然としたぜ。開口写真は確かに存在している。開口写真か。この文字はどういう意味なんだい？川の上、闇中って読めるみたいだけど、廃神社から西側の崖の下に小さな川が流れていて、その川上に洞窟があるんだ。昨日行ってきた。このメッセージの場所で間違いない。どうやってその場所を見つけたの？美月さんが開口写真を撮っていたのは知っているか？ああ、確か妹さんを撮って、その後妹さんが焼死したんだよな。それが大体1年前だったはず。その開口写真には藁人形って文字が浮かび上がってるんだと。今確認できる3枚の開口写真、それぞれに違うメッセージがあるんだ。3枚？僕が撮った写真と美月さんが撮った写真と、あと1枚は何？ん？なんだ、さっきから歯切れが悪いな。それについては後でな。でもその3枚目のメッセージをもとに洞窟を探したんだ。洞窟の場所を教えてくれよ。教えておくよ。で、今日はどうするの？僕はまた泉の恩給へ行ってくるよ。そうか、俺は美月さんのところで調べることがあるから。じゃあな。止まった。3時までに俺のところに来てくれないか？理由は後から話すけど、必ず来てほしいんだ。ああ、分かったよ。俺はずっと美月さんの倉庫にいるから。じゃ、ああ、何？何かあったらすぐに美月さんのところに連絡くれよ。必ずだぜ、無理はしないでくれ。何なんだよ、大げさに心配して。ああ、分かった、すぐに連絡するよ。そんじゃ。まずはその洞窟やらに行ってみようか。泉のマート前、一旦切りましょうか。それではご視聴いただきありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。